今回はパッドが上達する正しいフィードバックの仕方についてです。パッティングの手順、カップインイコールナイスパッドではない、ナイスパッドとはフィードバックの仕方という章立てで解説していきます。パッティングの手順についてです。まずグリーンを読みます。 上りなのか下りなのかフックなのかスライスなのかまたそれぞれの度合いはどの程度のものなのかを読んでいきます次にその読みに対しての狙いを定めていきますそしてその定めた狙いに距離感を出していきます方向の重要性は一番最後です カップイ,ンイコールナイスパッドではないという点についてですが読みと狙いのエラーに距離感や方向のエラーがかみ合えばカップインすることがあります例えば狙いより左に打ち出しても想定外に右に曲がればカップインする場合があるのですこのようなものです 垂れ下がった日本のチェーンの間を狙っています。チェーンに当たってカップインしました。これは狙った方向には打ち出せずにカップインしたということです。これはナイスパッドとは言えないでしょう。ではナイスパッドとは、 イメージ通りの距離感で狙い通りの方向に打てたパッドのことを言います。その結果として、ショートパッドであればカップインすること、ロングパッドであればカップ付近にボールが止まることがナイスパッドです。このようなものです。 惜しくもカップインしませんでしたが、狙い通りの方向にイメージ通りの距離感を出せたパッドでした。ナイスパッドと言えるでしょう。フィードバックの仕方についてです。距離感は止まったボールの位置を見ればわかります。カップインした場合はジャストタッチで入ったのか、勢いよくカップの奥の壁に当たる感じで入ったのかを見れば、 イメージ通りの距離感を出したかどうかがわかります次に方向のフィードバックの仕方です方向はインパクト時のフェイスの向きを感覚で判断するしかありませんそれが難しい場合はパターマットを使って練習すればインパクト時のフェイスの向きの感覚を磨けます パターマットは自然と目標に対してスクエアに構えられるため、打ち出し方向のズレはインパクトのズレとなります。インパクト時のフェースの向きがズレていないはずなのに、打ち出し方向がズレているのであれば、アドレス時のフェースの向きがズレていたということです。 読みと狙いがあっていて距離感と方向があっていればショートパッドは入りロングパッドはカップによります距離感と方向があっていて求める結果を得られなかったのは読みか狙いに間違いがあったからですカップインして首をかしげカップを外して納得できるようになれば 正しいフィードバックができています読みや狙いを間違えるのはしょうがありませんイメージ通りの距離感で狙い通りの方向に打てていればやるべきことはできたとしましょう今回は以上になりますご視聴ありがとうございました